はい、どうも、コバです。モニュメントバレー、続きやっていきます。よいしょ。OK。6章か。あと、終わるのが2、3本かな。暗い街なんだね。もうこれそのままボート乗るんかいて色娘だけが乗るんかで方を上げる。ちょっと、悲しい別れやね。マジか、それで終わりか。残された者は心を追い求める。まあ、ここからお母さんを。またなんか灰色っていうのが。すげえ見えづらい。そっか、はしごあったのね。開かなかった。これどこまでか行かせるべきか。これ上に行きたいんだよな。こうか。割とね、終盤難しくなるんでね。ガチでちゃんと見ないとわかんないと思う。ほんと増えてくるからさ。よいしょ。ね、一旦こっちに置いといて。これでいけるかな。OK。置いといて、そこ行けるね。下から出てくる？いや、またあれか。目の差。本当よう考えるな、これ。そんな難しくはなかったな。すべてが変わった、すべてが変わったのに何も変わってないような気がする。分かれ道を選んでもたどり着く先は同じかもしれない。そなたは旅を続けなくてはならない。まあ、要は止まるんじゃねえよ。じゃ、止まるんじゃねえぞ。ってことか。で、また戻ってきて、これ上、下か。じゃあまた回すか。まあ、言って、一個ずつ角度変えて、回していけば大体、たどり着くんだけど、簡単に。登らせて、OK。
なくなる。見えなくなる。あ、はしごが、はしごか、はしごじゃなかった、扉だった。乗せて、こうして、こっちで、でまた一個ついたと。よいしょ。あそこがゴールか。よし。また乗せいかない。OK。 今回意外と長かったな。で、レベルクリア。これは第6章でしょ？ん？さっきのが第6章か。これ何？じゃあ、OK。これでいこう。これが第8章か。UFO、白いなぁ。これで後ろ絶対なんかやるだろう。お前が旧友なの。前作のワンでもなんかこれトーテムみたいなやつが手助けしてくれたんだよ。ああ、そうそう。大丈夫か、そこ。それ大丈夫なのか。あ、横でやるべき。そう。こいつを使ってね、まあ、動かすんだけど。これいけるよな。これで下ろして。まあ、まだこの辺はね。てからここでしょ。お、マジか。横は考えてなかったな。あ、これすげえ簡単だったじゃん。やべ、頭の悪さが。
ちょっと考えすぎてた。複雑なことをなんかやろうとしていた。これは何？あ、これは通ってみようか。本当か？おう、本当だった。これもまた通ってみようか。反対側に何かあればいいんですかね。いや違うな。これでいけた。オッケー。このひねりがよ、すげえ難しく感じるんだ。横でしょ。あ、横だったら普通に乗るわ。OK、レッツゴー。いやー大変だった。いやこのパートまだあるか。終わりかと思ってたぞ。あれでもこれで最後じゃね。最後にじゃなかった。待たせって感じてきたね。お前ずいぶんまがまがしいな。ん？ああ、なんもね。あ、これでレベルクリアか。オッケー。いや、マジ今回しょうもないところでつまずいてた。今のが第8章か。じゃあまあ、今回この辺で終わりましょう。次9か。10章までかな、私多分。まあ次か。まあまた変なつまずき方しなければ次か、次の次で最後かな。それじゃあまた、次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。